ジョン・アイアランドは、カナダ出身で主に、アメリカが衆中国で活動していた俳優。1921年生まれの俳優トミー・ルーナンは、イフテー。カナダのブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーで生まれ、ニューヨーク市で育つ。ウォーターカーニバルで泳ぎを披露していたが、その後、舞台俳優に転じ、ブロードウェイで脇役として舞台に立つようになる。1940年代の半ばには映画にも、 出演するようになり、1949年のオールザ・キングスメンでは、第22回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。1950年代から1960年代には、多くの B 級西部劇や戦争映画に主演。また、スパルタカス、北京の55日、ローマ帝国の滅亡等の大作映画にも出演し、名脇役として欠かせない存在となった。 1960年代後半に入ると、テレビやマカロニウェスタンにも活躍の場を広げ、特にテレビ業界への貢献が認められ、ハリウッドウォークオブフェームにテレビ分野で星を与えられている。晩年は映画出演を続けるかたわら、小さなレストランを経営していたが、1992年に白血病で死去した。ナタリーウッドや、 数ンのような親子ほど年の離れた若い女優とも、浮き名を流す一方で、ファンサービスにも熱心で、ナイスガイとしても知られていた。生涯で3回結婚している。最初の妻エレインとの間に生まれた2人の息子ジョンと、ピーターはどちらも芸能界に入った。3番目の妻ダフネとの間には、娘が1人いる。2番目の妻ジョアンドューの実弟ピーター・マーシャルと、 アイアランドの弟で俳優のトミー・ヌーランは1950年代にコメディコンビヌーランマーシャルを結成しテレビなどで活動していた。ありがとうございます。